まあいい。とにかくこれで始められる。はあ、お前ってほんと、いい匂いだね。さあ、こっちに来て。へえ、お前、意外にいい子なんだね。気に入った。ご褒美に。まずは耳から味見をしようかな。何この味。こんなの初めてだ。お前、すごい美味しい。今度は、こっちの耳。耳たぶから、じわじわと食べてやる。でも、後味はちょっとビター。言うなればお前は、プディングのようなもの。でも全く同じってわけでもなくて。もっとよこしなよ。今度は首筋。この耳の後ろに深くお前を吸血した跡がある。執着の度合いを見せつけるようなこの傷跡。そこに今度は俺が牙を打ち込んでやろうか。ん？なんだ、感じるのか。まだ舐めているだけだが。それとも吸血されることが待ち遠しくてたまらず打ち震えているのか。違う。やはりお前は愚かだ。俺にはそんな上辺だけの言葉は通用しない。俺を誰だと思ってる。お前の目を見るだけで、そして少し触れただけでも、お前が求めている浅ましい本音などすぐにわかる。吸血されたいのだろう？ひどく、めちゃくちゃに。なあ。うん。面白いな、その反応。こんな状態なのにまだ自分を否定するのか、お前は。今の自分がどんな表情をしているかわからないのか。頬を赤くし、吐息を漏らし、瞳に涙を溜めている。あ、なんだ、噛まないのかだと。舐めるだけでは不満か。ここにキスされるの好きだよね。大好き。
他は？どっかキスしてほしいところある？ちゃんと言ってね。たくさん気持ちよくなってほしい。我慢できない。なんだろう、ドキドキする。これも久しぶり効果。なあ、足りない。どうして？俺もするけど、そっちからもしてほしい。キスしてもらうって、なんか嬉しくない？求められてる感じがして。好きって言われんのと同じくらい嬉しい。ははは。何それ。キスする代わりに好きって言って。なんでそうなるんだよ。確かに同じって言ったけど、そういうことじゃなくない？安心しろよ。ちゃんと叶えてやる。何しろ俺は、優しい陰魔だからな。ソーラ、どこを触ってほしいか言ってみろよ。耳か？へえ、耳は弱いらしいな。また、お前が強く香った。もっと舐めてほしいか？素直じゃねえな。もっと乱れろよ。耳がお気に召さねえなら、また首を舐めてやる。ん？そうですか。耳が弱いのですね。恥じらう姿も可愛らしい。私の声だけで感じてしまうだなんて、いやらしいんですね。ゾクゾクしますか？次はこちらの耳にも。声が漏れていますよ。まだどこにも触れていないというのに。ではこれは。おとなしくしていてください。あなたはすでに私の腕の中にいる。もう今さら逃しはしません。あなたはただ私にされるがまま流れに身を委ねていればいいんです。わかりましたね。舌入れるよ。
耳、よだれでぐちょぐちょ。お姉ちゃん、顔真っ赤だよ。こんなことされて感じちゃうんだね。かわいい。こっちの耳にも、同じことしてあげる。片方だけなんて、ずるいもんね。お姉ちゃん、息が荒いよ。もっとしてほしい。こう見えて、俺って結構優しいよ。女が泣き叫ぶのってうるさくて萎えるから、優しくしてあげる。あんた、耳を責められんのは好き？会長様みたいな正義感の強い子って、威嚇されるくらいの方が感じることが多いよね。あんたもそうなんじゃないの？痛い？それとも気持ちいい？おい、さっきは威勢が良かったのに、肝心な時になると何黙ってんの？ちゃんと声聞かせてよ。せっかく生徒会室は防音バッチリなんだからさ。ほら、やっぱりお前は優しい。それに、綺麗なのは心だけじゃない。じっとしていろ。髪も、目も。耳も。唇も。すべて、綺麗だ。お前とこうするの、何度も夢に見た。ダメだ。抑えが効きそうにない。何をしてほしいのか、言ってくれ。お前が良くなるように、何でもするから。そうか。じゃあ、少しだけ、俺の好きにさせてもらう。どうした？耳、嫌か？この前は、気持ち良さそうな顔、してたから。それとも。こっちの耳も舐めて欲しかったか。胸触られるの好きだよね。ここも、ここも。君のいいところ、だいぶ分かってきた気がする。
驚かせちゃった。久しぶりのせいかな。余裕ないのかも。ちょっと切れる？服、脱がせるから軽く万歳して。しょった。ねえ、壁に背中つけて座ってみて。こーら、足閉じないで。恥ずかしいの？でも、恥ずかしがってる君もすごく可愛い。あなたは何か勘違いをしているようですが、これはあくまでもあなたの病気に対する治療の一環。一体何を勘違いして、何を期待しているんですか？そんなみだらな目で僕を見るんじゃありません。耳の検査をしているだけですよ。単なる治療です。これは。顔が赤い。動悸も激しいようですね。聴診器で確認しましょうか。胸が激しく上下している。お前の子供だったら、男でも女でも賑やかだろうな。あ、なんだよ、怒るなって。退屈しなさそうでいいだろう？そのためにも。いっぱいしないとな。なんなら、今からする。何照れてんだよ、バーグ。そんな可愛い顔されたら、期待に応えたくなるだろう？いいの？本気にして。何？明るいのやだ。でも仕方ないよな。電気消したって外は明るいままなんだし。ちょ、おい。カーテン引くとか言うなよ。大丈夫。見てるのは俺だけだから。じらすなよ。周りが気にならなくなるくらい、俺に集中しろ。いいな。耳もダメ。その嫌って声もたまらないな。僕を煽ってるの。どうしたの？さっきから足が動いてる。意地悪じゃない。言わないと、どうしたらいいかわからないから聞いてるんだよ。強情だね。じゃあ一つずつ聞かせて。胸に触られるのは嫌いかい？言えないの？思い出してごらん。言葉だけじゃなく、人は所作や仕草で
人に何がしかを伝えることができる。そう。嫌じゃないんだね。いやいやする君も可愛いよ。耳は？いい子だ。じゃあここは教えて。君はどうしてほしいの？よくできました。俺、あんたが欲しい。絶対に大切にするから。誰？もしかして兄貴か？出たりしないよな。あ、なんだよ、もっと早く出ろよな。あのさ、予定なくなっちゃったんだけど、お前も暇だよな。いつものファミレスにいるから出てこいよ。早く電話切りなよ。お前怖い。なんかハーハー言ってないか？聞かれてもいいのか？どうした？本当にどうした？なんでもないって声じゃないけど、もしかして具合でも悪いのか？なんだったら見舞い没収。もうさ、兄貴のことなんて忘れろよ。それとも忘れられないぐらいあいつうまいの？あいつはどんな風にあんたのこと触るの？なんで汗かいてきてるの？